先輩がうざい。後輩の話。あ、起きた。おはよう。相変わらず懲りないよね。桜井。今おっぱい見てたでしょ。見てた。素直でよろしい。双葉ちゃんと武田さんの写真、結局こっそり撮ったのに消されちゃったね。クラウドに上げておいたから問題ないっす。抜け目ない。風間くん、どうして今日来てくれたの？桜井がしつこく呼ぶから。本当にそれだけ？風間くん言ってたよね、正月は家でがっつりゲームするって張り切ってたのに、なんだかんだ私と新年過ごしてくれるなんて。別に。桜井、いろんな奴に誘われてただろ。その中で冴えない俺を呼んでくれたのが嬉しかったし、元旦を一人で過ごすより桜井と過ごせたら楽しいだろうなって思っただけだよ。へえ、そう思ってたんだ。そんな感じっす。俺は何を言ってんだ。風間くんずっと乗せてたから凝っちゃった。飲み物買ってくるけど何がいい？じゃあお茶のあったかいやつで。そういえば、結局のところ桜井はなんで俺を呼んだんだ？あいつならもっと。ねえねえお兄さん。ん？さっきのお姉さんとどういう関係なの？え？会社の同僚だよ。同僚？ああ、友達ってこと。本当？付き合ってないの？お兄さんはお姉さんのこと好きなの？え？まあ好きだよ。俺には高嶺の花だし、どう思ってるか知らないけどね。お兄さん、じゃあこれ見て。トイカメラ？ただいま。あら、かわいい子。おかえり。お兄さん、早く見て。あ、わかった。あ、なに、なんか怪しいわね。お姉さん、返して。桜井。あ、風間くんはこれ見たの？いや、見てないけど。絶対ダメ、絶対見ちゃダメだから。分かったから落ち着けって。何がそんなにダメなの？何でもだよ。うまく撮れたのに。撮っちゃダメ。先輩がうざーい。後輩の話？はい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 、ここまで、おしまい。ああ、どうしたの一体？先輩がうざい後輩の話3巻、2月25日に発売。これでいいかな？風間くん、ほら例のあれ、行くよ。せーの。でも、いいのかな？何の話？まだコミックス3巻の宣伝なんだしさ、俺たちじゃなくて武田さんと五十嵐ちゃんが出るべきなんじゃないかな、こういうの。なんかそういうの、やっぱり風間くんらしいね。それどういう意味？
あっちにその双葉ちゃんと武田さんがいる。え、どこ？ここって二人しかいない。行こう、風間くん。ん？ああ。じゃあ最後に、せーの。一人者。消えちゃうの？当たり前でしょ。